直角直角ってやってもなんかなかなか痛いところに行かないので、まず正面向いてセットして、セットして正面向いたままなるべく体をずらして体重かけてやる。これがちゃんとここにね当たってれば、意外と相手の足がいろんなところにあってもはい、まあ足のことは忘れてとりあえずこれこうとかこうとかね左足を上げます。手をつきます。右手ですくいます。襟を持ちます。でおでこついて頭踏みます。でこれね、膝が細かいけど膝が回る方向だと意外と我慢できるんで、こいつをキューッとテキサス。でここからギュッギュッと絞っといて、浮いてくるところをつまむか、それかこの手でね、向こうの壁に相手を放り投げるつもりで、向こうの壁におびゃーっと放り投げる。で、おびゃーっと放り投げる。しゃがんでると相手がつながり、つまずいて転んでくれる。そんなイメージでいいと思います。合わせた相手は当然踏ん張っていくしね、踏ん張ってきたらおお、まあ、それは柔道とかでもよくあるステリコーチ のまた背負い投げと飛んでいるステリコーチのコンビネーションギューってこっち行くんで、行くんでってこっちで行くやつ、お前にドーン当たって、前と後ろあるけど右に右に行くんだよっていう顔をしときながら、この意外と簡単です。こっち行くんだよこっち行くんだよって顔をしといて、今度こっちに自分の脇の下に相手の腕入れていいです。で相手の脇を入れちゃいます。でこのまま今ねお尻が後ろに出てるし、このままだと前に行くので、まず体を起こしたい。